ただいまの時刻は8時あと4秒で1分になる、カルチャープルーナ沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日月曜日のお相手は明るく楽しく元気よくフリーで役者やっております田野原かなでです。皆さんおはようございます。これからの1時間ねお付き合いください。ゆたしく逃げさびらということで、今ですね動画でご覧になってる皆さんお分かりかと思いますが、かなでさんヘアスタイルをだいぶイメチェンしましたいや、なんでこの髪型になったかというとですね先週、ある美容室でですねヘアモデルのお仕事がありまして、そこでこういった髪型になりましたね。で、その美容室なんですけれども、クヌットっていう、美容室なんですが、浦添市の西原にある美容室でして、いやもうねとにかくすごく居心地がいい場所でした。ね、この髪もねとっても色もねブリーチして、で他にも色入れて、ホワイトアッシュっていう色になってるんですけれども、この綺麗にねしてくれて、で撮影もすごく楽しくできました。でまた作品がねこの仕上がり次第ぜひぜひ皆さんにもお届けしたいなと思っておりますので、見ていただければと思います。ちょっとだけクヌットさんのご紹介させてください。沖縄県浦添市の西原 1-4-9 の1階にあります。ご予約が、098-894-8249 098-894-8249、こちらの方でご予約ができるそうなので、クヌット沖縄で探せば美容室の情報出てくるかと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひぜひ私もすごくおすすめの美容室ですので行っていただければと思います。ということで本日のトークテーマなのですが、好きな髪型でいきたいと思います。自分がこのヘアカットしてね、この髪型一番しっくりきたなとか、例えば異性の髪型だったりとか、男性同じ同性でもこういった髪型はちょっと憧れるなだったりとか、そういったのぜひぜひお聞きできればと思いますよ。はい、この番組ではリスナーの皆さんからリクエストメッセージ募集しております。メールアドレス780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。またこの放送はツイキャスト YouTube ライブで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっておりますので、そちらでもお楽しみください。ということでちょっとだけツイキャスのコメント見ていきたいと思います。一気にいくで、たけしーさん、カンパチさん、直樹先生、オリトマさん、アイミルティーさん、タオさん、ライチさん、おせにさん、おはようございます。はい、皆さんおはようございます。はい、ということで、一曲いってみたいと思いますよ。はい、最近ね、かなでさん K-POP に聞き始めて、なんかこの髪型も若干 K-POP っぽいんだけれどもぜひぜひお聞きください。ですね、ゴッドセブンでジャストライトです。どうぞ。
ただいまの時刻は8時8分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けしたいと思います。本日9月10日のお天気は曇り時々雨、日中の最高気温が30度、最低気温が26度です。降水確率が朝の6時から夕方18時までが 50%、 18時から24時が 30% となっております。今日はちょっと雨が降りそうですね皆さん。なので、傘とか、カッパだったりとかそういったのはお忘れなく。あと雨なのであれですね、車の、ね、交通量も増えるので、皆さん今から渋滞とかが見られるかと思いますので、ぜひぜひお出かけされる際はお早めに、お家から出てね。はい、でも安全運転でよろしくお願いします。はい、ということで道路交通状況行ってみたいと思います。今ですね、義母交差点から鳥堀交差点、そして那覇インターチェンジの入り口の方ですねまでちょっと長い渋滞が、出ております。と寄宮の交差点の方もですね、各方面ちょっと長い渋滞がありますね。あと代々木交差点の方もですね、小羽倉にかけて、義母に失礼しました、壺屋にかけての道がまたちょっと長い渋滞がありますので、皆さんちょっとまたね、今8時で、今から通勤だったりとか通学でラッシュの時間だと思いますので、ちょっと混むことが見られますね。はい、混んでもね、朝だからってちょっとイライラせずで、ね、しっかりと安全運転でよろしくお願いします。ということで、高速道路の方行ってみたいと思います。南の方から行こうかな。ですね、琉球大学バスストップ付近の方ですね、下りの道です。こちら今工事があって規制がかかっておりますよ。で、こちら、琉大バスストップ付近は上り下りともに今工事で規制がかかっておりますよ。なのでちょっとね、車線が減る可能性もありますね。ちょっと北に行って、沖縄道、こちら上りの方ですね、巨大インターチェンジ付近、こちらも、追い越し車線が規制がかかっております。工事のためにですね。はい、ですのでこちらも車線の幅、この減少がありますので皆さんお気をつけください。ということで8時現在の道路交通状況とお天気をお届けいたしました。少しだけ、お時間ありますのでちょっとだけツイキャスのコメント見てみようかな。たけしーさん、今朝の東京は沖縄のような片ぶいです。東京では珍しい天気です。あらあら、片ぶいがあるんですね。なんか最近ちょっと本土の方でもこういった片ぶいも多いみたいです。あ、で沖縄ね、昨日の夜とってもなんか日が落ちるのが早くて、7時頃にはだいぶ暗くなってましたね。で今朝もちょっと涼しくて、もう秋の気配があるのかなと思ったり思ってなかったりみたいな感じですよ。はい、カンパチさん、お、今朝は少年だ少年じゃないです髪長でもちょっと短くなったんですけれどもね。あー、エライチさん、サイヤ人ってなんかね、カメハメハ打てそうな気がします。直樹先生、金髪になってるって。金髪っぽいですね、ちょっとやっぱり光の当たり具合で。そうだな、金髪に近いかもしれないですね。はい、そうかな。あとはまたテーマに沿ったコメントなどはまた後ほどご紹介させていただきます。ということで、2曲目いってみたいと思いますよ。ズーカラデールで兄です。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパー。時刻は8時15分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス、琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに琉球新報社会面からお伝えいたします。西、東日本大雨の恐れ、土砂災害警戒。西日本や東日本では10日にかけて局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあるとして、気象庁は9日、土砂災害や浸水、河川の増水、氾濫に
厳重な警戒を呼びかけています。大気の状態が不安定になっているため、落雷、竜巻などの突風、雹にも注意が必要になります。レーダー解析によると、鹿児島県南薩摩市付近では9日未明、1時間に約120ミリの雨が降ったとみられています。気象庁によると、西日本から東北南部に停滞している前線が10日には東へ進み、同日夜には奄美大島近海から房総半島の南海上を通って日本の東へ伸びる見込みです。続きまして、琉球新報、市町村の面からお伝えいたします。就業意識向上へ、本島の企業訪問。イエソン型就業意識向上支援事業の一環で、イエソン立イエ小学校と西小学校の6年生は1泊2日の日程で沖縄本島を訪れ、キャリア教育の一つである観察型プログラム、ジョブシャドーイングを実施しました。那覇第二地方合同庁舎では那覇第二地方合同庁舎で行われた出発式で、児童らは、私たちはジョブシャドーイングを通して働くことの大切さや仕事のやりがいをしっかり学びますと決意表明をしました。児童は那覇市、豊見城市、浦添市、榛原町の4市町20の企業を訪れ、将来への学びを深めました。続きまして、沖縄タイムス、社会面から お伝えいたします。平和願う心、組踊りに芸大 OB 会、ごえくまずる姫。平和を望む女性の思いを題材にした新作組踊り、ごえくまずる姫が9日那覇市のタイムスホールであり、情愛や野心が交差する物語が描かれました。同公演は沖縄タイムス社創刊70周年とタイムスホール開館5周年記念共演の一環で、若手実演家たちが ごさまる雨割りの乱を下敷きにした創作を披露。男性たちの忠義心や野心が衝突する中、家族を思う女性たちの心情を描写、戦乱の世に埋もれていたはずの平和を願う心を伝えました。続きまして、同じくタイムス、社会面からお伝えいたします。アミックス全国部位、ロボットを製作し、プログラムによる自動制御をする技術を競うロボットコンテスト WRO ジャパンの全国大会が9日石川県金沢市であり、基本技術を競うミドル競技で、沖縄アミックスインターナショナルのアミックスロボットクラブの小学生チーム沖縄ジェッツが優勝。道中学校のチーム沖縄ロケッツもミドル競技で準優勝を果たしました。同クラブの小学生部門優勝は昨年に続き2度目。大会ではプラスチック製のブロックを組み立てたロボットで、コース上の線をセンサーで読み取って進み、物を運ぶなどゴールするまでの動きを競いました。以上、琉球新報沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えいたしました。すいません、今音楽が流れてないんですけれども、ちょっとそのまま行ってみたいと思いますよ。曲流れるかな、大丈夫かな、どんなかなとか思いながらいや、ちょっとフリートークそのまま行ってみようかなと思いますよ。はい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 、ですね、今日のフリートークのテーマなんですけれども、はいはい、あ、流れた曲が流れました、よかったよかった。ですね、今日のフリートークのテーマが、好きな髪型ということで、その好きな髪型皆さん聞いていきたいと思います。ということで、早速ですがコメントをそのまま読ませていただきますね。はい、直樹先生、髪型究極の
流行した髪型は聖子ちゃんカット、わらわらということで、聖子ちゃんカット、なんか最近ああいう髪型がまた流行り始めそうだぞという今なんか噂があったりなかったりしていますね、どんななんですかね。でもやっぱりね、あの頃のなんかこのアイドルの髪型というか、なんかすごくね、やっぱなんかね、みんなしてたな。うちのお母さんもしてる写真を見た覚えがあります。はい。千年さん、テーマ髪型。髪があるうちに博士太郎みたいな髪型にしてみたい。いいですね。いや、博士さんのあの髪型すごいですよね。あの、私一度だけお会いしたことあるんですけれども、いや、すごかった。あ、もじゃもじゃしてるって。でもあれぐらいのパーマもね、どうなんだろう、なんか当ててみたいなと思いますが。パーマなのかな、博士さん。ね、どうなんですかね。ライチさん、ロング、茶髪が似合う女性がタイプ。たまにポニテしてキュンキュンさせてほしい。いいですね。ライチさん、ハイバル曇りなおって太陽チラ見してるけどどうなるかなって、もしかしたら今日は降るかもしれないですね。カンパチさん、髪型、サイドは3ミリ、てっぺん5ミリ、男は坊主でよし。ただし、太陽光は直に来るぞ。そう、決まってるんですね、髪型ね。やっぱなんか決まった髪型もいいですよね。やっぱりなんかちょっと伸びてきたらしっかり整えて、そうするとなんかまた気持ちもすっきりするような感じですね。アイミルキーさん、テーマ好きな髪型。好きな女性ならその人がどんな髪型にチェンジしてきてもドキッとして新しい魅力を感じます。おー素敵、いいですね。はーい。アイミルキーさん、そのポニーテール、ツインテールは女性の可愛らしさを増してくれます。そうですね、やっぱね、私もね、あのポニーテールめっちゃ好きなんですけれども、ただあの最初からこうポニーテールをしてるわけではなくて、何かこう作業をしようとした時に女性がこうワシャって髪の毛を上げてポニーテールをする、このちょっとあのちょっと雑な感じが好きです、私は。あの自分はやらないんですけれども、だからただ人がやってるのを見るとすごくなんかいいなって思ったりしますね。ね、いいですよね。やっぱこうロングの髪型だと、なんて言うんですか、このアレンジのしがいもありますし、なんか私ずっとショートなんですけれども、なんかもう髪色変えるか短くするにもなんかねえ、なんかねえなんかこれ以上短くするとすっごく男の子っぽくなっちゃうしとか思いつつ、はい。ナク先生、髪型、若く見せる究極の髪型はツインテール。可愛い女性がするとさらに可愛くなるって本当ですね。やっぱポニーテール最強ですね。人気だと思う。あ、ポニーテール、ツインテールね。ツインテールも最強だな。いやー、これね、似合う人がやると本当にツインテールは可愛いんですよね。あー、アイミルキーさん、取りこぼし交差点で私の言葉がね、取りこぼされまくってる感じ。いやーいいですね。あ、私ね、男性だったらあの2ブロックとか結構好きなんですね。私もあの一度やったことがあるんですけれども、あれなんかやっぱね、かっこいいなと思ったりするんですよね。なんかこう おしゃれ意識してるぜみたいな感じの感があるような気がする。まあ、全然他の髪型もかっこいいなと思うんですけどね。あの男性でもパーマ当てたりとか、あとあの アシンメトリーっていうんですか、ちょっとあの左右の髪型の、あ、髪の長さが違うみたいな感じもなんとなくいいなって思ったり、おしゃれだなって思ったりですね。でやっぱだん、あ、女の人ならこのワンレンのね、ロングで黒髪が素敵だなって思ったりもします。茶髪っていうか、この何ですか、ヘアカラーが要はそのちょっと暗めのこのブラウン系とかだと、またあれですよね、なんていうか、ちょっと大人っぽい感じもするかなと思います。あ、アミルキーさん、リクエストお願いします。 AKB48 でポニーテールとシュシュです。ありがとうございます。後半の方で流していきたいと思います。ありがとうございます。タオさん、テーマ髪型。たまにはかっこいい髪型にもしてみたいのですが、何が似合うのかもよくわからないので、夏は短めで冬は長めで、だいたいいつも同じ頭ですってなるほど、いいですね。なんかね、こうやっぱりイメチェンをいきなりするのもね、ちょっとね、勇気もいりますけれども、夏は短め、冬は長め、ね、冬も寒いですからね。夏は暑いし短めでいいと思いますね。織友さん、かなでさんの新淵の余興がどんなだったか気になっている。あ、なるほど。私昨日ですね、10年ぐらいのお付き合いになるあの演劇のね、お友達の、結婚式がありまして、昨日の余興に、そう、出たんですよ。それでですね、
すごいんですよ。やっぱりもともと演劇やってたメンバーはね、なんかもう度胸があるというか、本当になんかもうふざけることに全力というか、いやでもやるなら真剣にやろうぜっていうなんかすごさでね、なんか余興もすごく盛り上がりました。USA と、もともとこの演劇で踊っていた冒険天国という曲があるのですが、それとですね、あと YMCA を踊りましたいやもうめちゃくちゃ盛り上がりましたよ。すごい楽しかったです。私は USA とそうこの3曲踊ったのですが、良かったです。もう会場全体でね、みんなで一緒にカモンベイベーしてましたね楽しかったですよ。はい、ということで、皆さんちょっとまたこの後のコメントは、後ほど後半で入れていきたいと思いますので、ですね、また後半にお話ししていきたいと思います。前半お付き合いありがとうございました。後ほど後半でお会いしましょう。三日月マンハッタンのウチナーグチナウ、今日のウチナーグチはこちら、バッペバッペ。この言葉は間違い誤りという意味です。それでは空の旅を楽しんでください。副操縦士の中峰でした。さあ、それでは機長お願いします。はい、機長の又吉と言いますね。副操縦士の中峰くんとはね、毎回違う弁当を食べてるんですけれども、美味しかったな俺のとんかつ弁当。あれ美味しかった。僕もとんかつ弁当食べましたよ。お前もとんかつ？メニューバッペやってるな、食堂の方が。冬季はですね、那覇空港発名古屋行きとなっておりますので、皆さんこれモスクワ行きじゃないんですか。これモスクワに操縦設定しましたよ。名古屋って聞いてきたんだけど、これバッペやってるな。これバッペやってるな。違うとこ行ってるな。あ、ヘリコプターの操縦してた俺。そういえばジェットバスの業者だった俺。バッペやってるな。バッペーター、こんなにバッペやる日もあるんだ。これ空じゃなくて海だった。これバッペーター、これバッペーター。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。FM那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。9月10日月曜日、ただいまの時刻は8時30分です。カルチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日月曜日のお相手は明るく楽しく元気よくフリーで役者やっております田原かなでです。はい、これからの後半30分も最後までお付き合いください。ゆたしくうにけさびらということでですね、本日のフリートークのテーマの方が、好きな髪型ということになっているんですけれども、早速ですがちょっとだけツイキャスのコメントもちょっと見てみたいと思います。アイミルキーさん、半分ピーターパンみたいだね。あ、やばい、今日私洋服緑色の服着てて金髪なんですけれども、これピーターパンですね完全にネバーランドに行けるぞはい、では
マジかマジかで、ね、いやもう大人になんてなりたくないねいや嘘大人にこの年を重ねるのも好きですよ。なんかねその年の楽しさがあるというかねいやあそうそう私ねこの髪型が今あのホワイトアッシュっていう、まあ、色になってるんですけれども、左側がね左側にあの2色別のカラーが入っておりまして、ちょっと見えづらいかもしれないんですけれども、あ動画ご覧になってる皆さんはね、あの黄色と青の色も入れました。はい、またなんか詳しくは写真で、はい、なんかでも撮ってちょっと見ていただけたらと思いますので、はい、なんかそんな感じでなんかとてもファンキーな髪型になりましたよなんか攻めましたねすごくはい、ということであの皆さんの、ね、好きな髪型とかね、またヘアカラーだったりとかそういったのもぜひぜひお聞きしたいなと思っております。はい、でこの番組ではリスナーの皆さんからのリクエストメッセージ募集しております。メールアドレス780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。またこの放送はツイキャスと、YouTube ライブでも動画配信しております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっておりますので、そちらでもお楽しみください。よろしくお願いします。ということで、続いて、曲をお送りするのですが、3曲目にお送りしたいのはアイミルキーさんからのリクエストで AKB48 ポニーテールとシュッシュです。今の時刻は8時37分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇モーニングハやばいこっちで噛んでしまう。モーニング那覇です。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。はじめに今日のお天気からです。本日は曇り時々雨となっております。日中の最高気温が30度、最低気温が26度でですね、降水確率が朝の6時から夕方の18時までが 50% で18時から24時までが 30% となっております。いや今日はね雨が降りそうな予感です。外もねちょっと今曇っていて、だんだんまた雨模様になってくるのかなって思っておりますよ。はい、ということでそのまま、道路交通状況見ていきたいと思いますよ。で、ですね、義母交差点から鳥堀交差点、そして那覇インターチェンジから荒川の方までですね、だいぶ長い渋滞が今起きております。はい、で朝と交差点の方もですねだいぶちょっと長めの渋滞が起きておりますよ。いやー今日はちょっと混み合いそうですね。やっぱり今高速乗る人が増えてくるのかな、なのでちょっと今入り口付近がだいぶ渋滞しております。はい、ではそのまま、高速道路の方行きたいと思います。南の方からですね、琉球大学、バスストップ付近上り下りともに今工事がありますので規制がかかっておりますよ。なので皆さんちょっとこちらですね、幅の減少などありますのでお気をつけください。そのまま、北に向かって、八鹿野インターチェンジから石川インターチェンジの方ですね、こちらが、こちらも除草の作業かな、規制がかかっております。はい、で、そのまままた北に向かって北インターチェンジ、あ、北じゃない、失礼しました、金のインターチェンジから、金インターチェンジ付近ですね、こっち檻の付近かな、こちらも今工事がありまして規制がかかっておりますよ。はい、
でそのまままた北に向かって宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジの間ですね、こちらも工事がありまして追い越し車線が規制がかかっておりますので、ちょっとね結構高速道路の方もいろいろと工事だとか規制がかかったりだとかもありますので、ちょっとこちらも混み合う、可能性がありますが、皆さん安全運転でよろしくお願いしますよ。ということで8時半現在のお天気と道路交通状況をお届けしました。はい、では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 ですね、かっちゃんさんからのリクエストもありますので、リクエストナンバー48かなの絶滅黒髪少女ですね。はい、こちらも、お送りしたいと思います。お聞きください。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。時刻は8時44分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに琉球新報社会面からお伝えいたします。西・東日本大雨の恐れ、土砂災害警戒。西日本や東日本では10日にかけて局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあるとして、気象庁は9日、土砂災害や浸水、河川の増水、氾濫に厳重な警戒を呼びかけました。大気の状態が不安定になっているため、落雷、竜巻などの突風、雹にも注意が必要になります。レーダー解析によると、鹿児島県南薩摩市付近では9日未明、1時間に約120ミリの雨が降ったとみられます。気象庁によると、西日本から東北南部に停滞している前線が10日には東へ進み、同日夜には奄美大島近海から房総半島の南海上を通って日本の東へ伸びる見込みです。続きまして市町村の面からお伝えいたします。就業意識向上へ、本島の企業訪問。イエソン型就業意欲、就業意識向上支援事業の一環で、イエソン・イエ小学校と西小学校の6年生は1泊2日の日程で沖縄本島を訪れ、キャリア教育の一つである観察型プログラム、ジョブシャドーイングを実施しました。那覇第二地方合同庁舎では、合同庁舎で行われた出発式では、児童たちが私たちはジョブシャドーイングを通して働くことの大切さや仕事のやりがいをしっかり学びますと決意表明をしました。続きまして沖縄タイムス社会面からお伝えいたします。平和願う心組踊りに、芸大 OB 会ごえくまずる姫。平和を望む女性の思いを題材にした新作組踊り、ごえくまずる姫が9日、那覇市のタイムズホールであり、情愛や野心が交差する物語が描かれました。同公演では、沖縄タイムズ社創刊70周年とタイムズホール開館5周年記念共演の一環で、若手実演家たちが御様る雨割りの乱を下敷きにした創作を披露。男性たちの忠義心や野心が衝突する中、家族を思う女性たちの心情を描写、戦乱の世に埋もれていたはずの平和を願う心を伝えました。続きまして同じく社会面からお伝えいたします。アミックス全国 V、 ロボットを制作しプログラムによる自動制御する技術を競うロボットコンテスト、
WRO ジャパンの全国大会が9日石川県金沢市であり、基本技術を競うミドル競技で沖縄アミークスインターナショナルのアミークスロボットクラブの小学生チーム沖縄ジェッツが優勝。同中学校のチーム沖縄ロケッツもミドル競技で準優勝を果たしました。同クラブの小学生部門優勝は昨年に続き2度目。大会ではプラスチック製のブロックを組み立てたロボットでコース上の線をセンサーで読み取って進み、物を運ぶなどゴールするまでの動きを競いました。以上、琉球新報沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えいたしました。行ってみたいと思います。本日のトークテーマが、好きな髪型ですね。はい、ということで、あ、かちゃんさんすいません、かなでリスナーの皆さんおはようさんということで、おはようございます改めましてはい、ですね、かちゃんさんテーマの方行こうかな。テーマ髪型、かっちゃんはね、中学校の時長渕のドラマトンボの真似して、あと後ろ髪はアメリカンしてましたわ。あれ、かなで金髪やん、俺も金髪してるけど真似したか、まさかかなで宝塚歌劇の男役になったんか、笑っていや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 まあ、かんちゃんさん金髪なんですね、知らなかったいや真似はしてないけれどもいやいやね、よく言われる、こんな感じの髪型したら宝塚の男役っぽいねってよく言われますね、タオさん、テーマ髪型、パーマは一度だけ美容院の練習台を頼まれてかけたことがありますが、うまくかからず髪質が合わないんだなとそれ以来諦めています。あのですね、まあ髪質なのかな、タオさんね、パーマね、私もあの高校生の時に一度かけたらなんか全然かからなくて、なんかそれでちょっと強めのやつにしたのかな、去年、日付変更戦という舞台がある前にちょっとだけかけたんですけども、その時はうまくいきました。なんかあの美容室で使ってる薬品とかにもよるのかな、やっぱなんかね、ちょっとそういったのもあるかもしれないですね。はいはい、アイミルキーさん、私は江戸時代ではちょんまげでしたって、アイミルキーさんいくつですか、かちゃんさん、余興も宝塚歌劇の男役で踊ったって、なんかあの宝塚みたいな大きい羽みたいなのはつけてないけれども、まあこの髪型で踊りましたね。でもなんか USA の曲と当てて相まってなんか良かった気がするはい、千里さん、かなでさん無地 T シャツ珍しいですね。あ、確かになんか最近あんまり着ないかもでしたけれども、ちょっとね新しい T シャツが手に入ったので今日は着てきましたありがとうございますね。無地 T シャツ、これチャンピオンっていうあのブランドの T シャツなのですが、着やすくてですね、チャンピオンの T シャツおすすめですよいやいや、まずあの今日は髪型なんですよ、髪型の話ね。はい、でアイミルキーさん、飛べないピーターパンみたいだねって、飛べるもん飛べる、信じてたら飛べるタオさん、空飛んでって飛びたい、アイキャンフライですよマジで。千里さん、明日のかなとかなえるラジオはピーターパンとウェンディーでいけるか、あ、そうか、私がピーターパンでかながウェンディーだ、いいっすね。かっちゃんさん、赤も染めな、染めたら信号ヘアどうねって確かに、あ、今青と黄色も入ってるからめっちゃ信号カラーだ、これすごいっすね、一人信号だ一人信号あとこちゅうさん、白髪が増えてきたから染めたいなーって、いいですね。とこちゅうさん、金髪は20歳で卒業したしなーって、あー、なるほど、次はピンクとかにしたい、怒られるやろうなやっぱなんか最近は職場でも
こういった髪色ちょっと金髪だったりとか少し派手な髪色も OK なところが若干増えてきたような気もするのですが、ピンクねいいですね。私もちょっとピンクちょっと挑戦したいかなとは思いますがあ、直樹先生仕事なので退席です、また来週ということで、はい、また来週です。なんかね今年2018年の流行の部屋からちょっと私調べてみたんですけれども、ブルーブラック、これ女性男性ともにこのブルーブラックというものが、今年は流行らしいです。だから黒髪だけれどもなんかこの青も少しちょっと分かる感じかな、なんか肌をきれいに見せてくれる色らしくて、のこの黒すぎず抜け感があるというんですかね、あんまり重たくならない感じ、黒髪でものこのブルーブラックが流行しているみたいです。なので皆さんももしよければこういった髪色にしてみてもいいんではないでしょうかと思いますよ。はい、こんな感じかな。そろそろね皆さんもうちょっとお別れのお時間が近づいてまいりまして、1時間早かったな今日、楽しかったです。皆さん今日もコメントなどなどありがとうございました。ということで、明日火曜日は綿貫かなが、お送りしますのでそちらも楽しんでください。はい、今週月曜日ね始まったばっかりですが皆さん今週も楽しんでまいりましょう、よろしくお願いします。ということで本日のモーニングナハはこれにて終了となります。また明日ね。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1,000円、さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。はい、ということでオフトーク行ってみたいと思いますよ。皆さん今日もありがとうございました。あと4分ぐらいあるからね少し喋ろうかなと思います。豚骨シューさん、大学生の時に初めてパーマかけたら木村拓哉みたいになったトラウマからパーマは苦手なるほど、そうだったんですね。じゃあということは豚骨シューさんちょっとストレートな髪型なんですかね。いやいい、いやまあそうですね、パーマもね、まあ合う合わないとかもある方もいらっしゃるかと思いますね。セニーさん変な間がということでちょっとだけCM を流した後に今切ったので、はい今からオフトークということですね、よろしくお願いします。いやいやいや、なんかねこの髪型してね、この髪型してねってどういうことですか。初めて私ブリーチをしたんですよ。人生初ブリーチだったんです、今回のこの髪型にするにあたって。いやーねー、とてもね痛いというよりかはちょっとなんだろう、皮膚が厚くなっていく感じがして、この髪型にして2日間ぐらいは後頭部の感覚がありませんでした。なんか皮膚を触ってるのかよくわからないみたいな感じがありましたね。いやーすごかった、あの感覚はもう忘れないでもねやっぱねすごい人たちもいるみたいですよ。なんか聞くところによるとこのブリーチでねちょっとやっぱり少し皮膚が荒れてしまってかさぶたできたりとかするのもありますのでね、まあ美容師さんとねしっかりその辺は、相談しながらねやっていけばしっかりとできると思うのですがはい、タオさんそう薬剤のせいで、そう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 、この多分やそうそう、カンパチさんやりすぎるとハゲる、あんまりやりすぎるとやっぱりちょっと皮膚にもいろいろ
頭皮にも悪いみたいでですね。なのでまあその辺はまあ相談とご利用は計画的にみたいなことではないですがあのちゃんとね相談して髪質とかもあのしっかり伝えた上でやればあのプロの方々がねしっかりとあのお手伝いしてくれるかと思いますので、美容室行くときはねそういったのもちょっと相談してみると良いかと思います。アイミルキーさん、私はお辞儀したらズラが落ちましたって。アイミルキーさん一体どういう髪型をしているんだちょっとさっきのあの江戸時代のちょまげの話からなんかいろいろ気になっておりますがあーいやいやいや、なんかね、待って、ちょっとアイミルキーさん、なんかあのズラなんですかガチちょいいや、じゃあしっかりつけてくださいズラは危ない危ないいろんなものがね落ちちゃったら危ないですよ本当に。いや、あ、さあそろそろお別れの時間なんですけれども、明日はかなとかなでの叶えるラジオあります。明日のトークテーマが、来てるね秋ということで、皆さんの秋、のお話ぜひぜひお聞かせてくださいね。ということでまた明日もお会いしましょう。バイバーイ。